続いて梶さんはどなたでしょうか。次は まるっきり雰囲気が変わって、はい、甘露寺彩子さんなんですが、なずちゃんとまるで対照なんで、本当に全然違う世界を見ていただきたいんで、はい、すごい期待してます。はい、はい、Ladies and gentlemen, please welcome 甘露寺彩子。出来上がってるスターを見たような感じがしました。ありがとうございます。僕はね、ファンだからね。カズさん大変ですね。